明日がチェーンでやってこうの、またいいのかな。なんでこんなにいる派がいるんでしょうか。今日は、うん、パヒュー、パヒュー、はい、言いづらいけどパヒュー、パヒュー使ってこう、はい、ステンジです。アーチです。よし、パヒューはどういう風に立ち回るのがいいんだろう。いや、もうなんかトツだな、トツ、トツ、おらおらおら、おら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 、オッケー、アクビー、はい、しょ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 、オッケーオッケーオッケー、よいしょ。あれ、ハイテンションですね、ずいぶんベイにやられたぞ、お前倒せベイ、オッケーベイ、オッケー、ほらもうね、とにかくおらおらおら、くそー、ちょっと2人やっていくよ、アークビやり、いいぞ、3キルしてる、ナイスナイスナイス、はい、前で3キル、ありがとうございます。おいしょー、2人やってく、ナイスー、お前強いんじゃない。あー、これこうやってね、前に行ってとりあえず連打して嫌がらせする、そういう戦法、さっき強い気がする。あららららららら、オッケー、流星群よ、チリとなって水星となってくれ、オッケー、いやマジであのトーピー強すぎ、ありがとうございます、完璧すぎる、あっさりだね、やべえな、バトルナンバーワンの称号どちらに、やっぱじゃない、来い、結構頑張ったぞ、来い来い来い、頼む、よっしゃー、これさ、バトルナンバーのとどめ数ナンバーワンの違い何これ、わからん、俺とどめナンバーワンでしょ、とどめ刺してってことでしょ、つまり一番殺してってことだよね、いや、ね、だからなんて言うんだろうな、バトルナンバーワンっていうのは対面で勝ったらバトルナンバーワンでしょ、とどめは誰かがアシストしてるんじゃないでしょ、あー、そういうことね、だからそこの使い分けがされてるんだ、そう、なるほどね、うん、オッケー、ガチエルニャー、今日もいいのかな、最後の新武器だね、ついに使っていくのは R なんたらペン、ペン R-51 だっけ、 R-51 知らんけど、チャージャー系をガチマッチに持ち込んだことがありません、はい、なので一番苦労するんじゃないかということで、最後に、回しましたがどうなるでしょうか、1人やり、結構塗りが強いから丸め立ってくれてる、ダメだ、スペシャル完全にしてきたからスピード、おお頑張れ、飲んでいいよ、飲んで、飲みたい飲みたい、間に合うか、間に合ってくれ、飲ませてくれ、飲んだ、おい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 、オッケー、倒した、ナイス、マジか、溜まりてなかった、もっとジェイスウィル、飲んでいいよ、昨日カバー2個投げてくるやつ、はい、オッケー、一つやり、こらか、オッケー、くそ、バリアブル厳しい、バリアブル厳しい、さあ平面にしてもこいつ輝かない、逃げます、はい、ジェイス、オッケー、オッケー、ナイス、やっぱね、エイム練習の成果が出てる気はする、なるほど、うん、あー、くそ、オッケー、やり、今のスプラッシュドームの範囲に入っちゃったか、くそー、3人のヘッド買ったから、よ
ナイス。強くない？いや、くそー。しゃーない、しゃーない、しゃーない。気を取り直して、破壊していきましょう。破壊と言ったらこの男、ウルトラショット回線、参ります。よし、逃げる。逃げるしたのは、割と上手。ナイス、逃げる。みんな前に行くぜー。破壊と言ったら、ウルトラショット。あ、くそ、外した。うバリアを間違えて引いちゃって、それでパインって跳ね返ってスクラッシュボールで死ぬ。綺麗なピタゴラスイッチ。危ねえ危ねえ。止めたい止めたい止めたいよ。止めたいね。止めたいけれど焦らずに。よし、焦らずに行ける。バックで死んじゃった。止めたいけれど厳しい。よかカウントリー。いまいちやっぱりあれだな、そのアイス、あのドリンクとジュースのドリンクとジュースのあれが分かんねえな。うーん、難しいよね。ドリンクをみんなに飲ませようと思ったら下に置いてあげたいから、俺も下に降りちゃうんだけど。ドリンクはもう俺の高台に置いた方がいいの。いやでもな、そしたらみんな飲めねえもんな。中央の高台を取ってそこに置くのが一番いいんだろうな。かもね。そうしよう。よっしゃ、3戦目かな。やっと来たな、ザトウマーケット。やってくー。やったー。ザトウ来てくれてありがとう。ザトウのリッターっていつもどこにいる？チャージャー系って。まあ、左を高めか。が、いつもみんないる。じゃあまあ、最初はここにいいかな。いいよ。右にいるな。右に来てるよ。あー、誰も言ってくれなかったか。マジか、寿司か。うわ、ボトルの縦長。左にいるね。待て、寿司に対面だった。おっとー。はい。ね、飲んでください。そうです。どこにいる？うわぁ、右から来てる。マップ見てこうか。すでにギリギリ。今二発だけ出てる。くそ、四発当たったのに。あのね、あのボトル、ボトルガイザーがね、結構裏取りしてくるから、気をつけて。いや、今の取りたかったな。よし、ボトルやり。やり漏れてきてるな。やりのはいいんだけどさ、手前の手前系を処理してから行ってくんないと後衛がきついんだよね。
生きても全部敵が寝ちゃいました。オッケー、やっていく。めっちゃ欲しい。あ、なんか一人抜けてる。そう、ずっと前に俺行ってたの。マジ、うん、あー、これ動画的にどうなんでしょうね。確かに。でももう目線からいいか。俺らの覇気で、覇気だよ、覇気で俺らが勝ったと。後ろにいるね。後ろにいたら上がってたと聞いたら、ビッターとチャージャー式のどこに入ればいいのか。今一発当てるかけどな。はい、あー、当てれる当てれる。あー、目の前に来てる。よし、やり塗ってやる、俺が気合で。えいぬれ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 ぬはい。さあ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 、ここはノックアウトしたいね。はい。2、1。ああ、オッケー。動画的には分かんないけど、覇気です。もういいっしょ、覇気だもん。覇気も実力も一緒だからね。そう。オッケー、早川覇気でしょもう。早川覇気。ああ。オッケーオッケー、オッケー。そんな感じで新武器全部使ってみたけど、うん、どうだろうね。一番使いやすかったのは、一番って言ったらあれだけど、やっぱプラコラ、金モデラ、寿司コラ あたりはまあ使いやすいね。まあそうだよな。ああ。って思いましたって感じかな。一番きつかったのはだけ。バケスロが一番きついかな、俺は。なるほどね。うん。そんな感じで、まあ、新武器使ってみたけど、うん、まあ、そうだね。まあ、スペースシューター、バケツ、あたりはきついかなって感じかな、俺の中では。ワイドローラーで一発でできたのはすごいよ、ね。ワイドローラーはまあ、エリアで使えば、まあ、ワンチャン生きる道はあるかなって感じはする。まあね、それが、さあ生きる道でしょ、唯一の。ああっていう感じかな。なあとはまあまあ見つかってる人やっとったらみんな強いんじゃないかな。なるほどね。そんな感じがしましたというところで、じゃあもうこのシリーズは終わりということで。はい、悲しいような嬉しいような、なんか適当に考えて、まあ平和にオープンを回していく動画でいいかもしれないけどね。それもあり。ああやっていきましょうか。よし、ちょっと練習して2人とも S プラス、うん、マックスぐらいの実力を見つけて、はい、次回のシーズン2人とも X マッチ潜りたいね。うん、頑張って実力上げていきましょう。頑張りましょう。それじゃあバイビー。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願い。